ナマンダブツ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 ナ
てもって存知せざるなり。そのゆえは如来の御心によしとおぼしめすほどに知り通したらばこそ、よきを知りたるにてもあらめ。如来の足とおぼしめすほどに知り通したらばこそ、足さを知りたるにてもあらめど、お盆のうぐそくの盆部、固く無常の世界は、よろずのこと、みなもて、空ごと、たわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞ、まことにておわします。と、こそ、仰せは、将来しか、と、なまんだ仏なまんだ仏。天岸先生、天岸上円先生のご指南によりまして、今ほどご三代として拝読をいたしました「歎異抄」五序のこの一節を学ばしていただいております。でこの善悪ということ、そして念仏のみぞまことにておわしますというね、お念仏は善悪というところで測られるも、考えられるものでなくて、念仏はまこと真実っていうところで語られるものであって、でそれに対して、こう善悪、これはあくまでも人間の善悪ということと別の次元のものであるということですね。 で、ですけれどもこの歎異抄では、こう善悪ということが非常に、こう多く語られ、でその人間の善悪ということは決して最終的には否定されていくものであるけれども、だけど親鸞聖人ご自身の著作に比しまして、この善悪ということについて、多くの関心が寄せられているのが歎異抄であるということはこれ、明らかなことですから、まあ掛橋先生もそうおっしゃいますし、まあ、明らかなことですから、その善悪ということについて、天岸先生も大変こう詳しく考察をしてくださっています。そして前回のお話の中で出てまいりますこの羽毛羊毛の先にいる塵ばかりも作る罪の宿業にあらずということなしと知るべしというところなんかはね、その人間の善悪ということとやっぱりこれ大変大きく絡んでくると言いますかね、そしてなんていうかね、まあさまざまに語られるとこですね。まあ昨日申したようなことで言いますと、それ親鸞聖人言わはったことちゃうんちゃうけというようなそういうことすら言われていますけれども、まあまあそういうこと、まあ唯円さんのねお言葉、違うね、唯円さんそんな風にはこの歎異抄をね用いておられませんから。まあ用いるか、そういう考え方で書いておられませんから、言うてはらへんこと書かはるいうことはこれちょっと考えられないんで、まあこんなふうにおっしゃったんだというところから考えていかなきゃいけない。そしてそこから、この羽毛羊毛の先にいる塵ばかりの、作る罪の宿業にあらずということなしと知るべしということをおっしゃったというところからおっしゃっているのであるというところからこの言葉の深い意味について考えていく必要があるのだろうと思いますね。勝手に取捨選択することはできないと思います。あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいよさてそういうわけですから、じゃあ、このように羽毛羊毛の先にいる塵ばかりのうんぬんと言われているようなこういうところが、これを、まあ、なぜそんなふうにおっしゃったのか、そうとしか言いようがない、ということはこれどういうことなんかいうことをさあ今日これから天岸先生から学ばせていただきましょう。この本の105ページ「恥ずかしくない、悪人」っていうところから読んでいきます。皆さん、生まれて以来、自分は生涯悪人で生きたいと思っておられますか。生まれてこの方、自分は
ずっと死ぬまでですよね、生涯いうことやから、この人生終わるまでずっと悪人で生きたいと思っておられますか？決して思っていないでしょう。ただお説教やご法話で悪人じゃ悪人じゃと言われ続けて、いつの間にか悪人のつもりになっているのではありませんか？あ、そういう人やりますね。実際やりますね。悪人悪人や言うておる世界に刻みみたいな感じになってね、自分は悪人や思わなあかんねやないかって思ってはる人もあるかと思います。実際そういう人に会ったことも何人もありますんで、で私ももちろん、それはそれ大切なことやと思いますから、私も自身も自分は悪人や言ってね思うところもあるんですよ。せやけど、なんかそんな風に人に言われて思うようなもんではないと思います。続けていきます。阿弥陀様の本願は、善人悪人を分け隔てなさいません。しかし善人悪人を比べたら、どちらを先に救われますか？テストのように尋ねられたら、悪人の方に丸をしますね。浄土真宗の教えについての試験があるとすれば、浄土真宗のご本尊はお釈迦様ですか、阿弥陀様ですか、お不動様ですかと出題されたら、阿弥陀様に丸をしますよね。阿弥陀様のご本願は四十八願ですか、25願ですか、11願ですか、四十八願に丸。そのご本尊はどういう人を目当てとして救われますか。賢い人、愚かな人、善人、悪人、悪人に丸。多分こう答えられるでしょう。善人に丸をすれば、ペケ。不正解になりますね。ペケにされたらかなわんから悪人と答える、それだけのことではありませんか。悪人という言葉を覚えている、それだけになっていませんか。ご法話で私のような悪人が如来様のご本願のお目当てとしても、誰よりも先に救っていただきますのは誠に、ごめんなさい、読み間違えました。ご法話で私のような悪人が如来様のご本願のお目当てとして、誰よりも先に救っていただきますのは誠にありがたいことですと聞いて、本当にそう思っておられますか？本当だったらごめんなさい。でも本当だったらもう少し悪人らしく生きるべきでしょう。 悪人のあり方を実感的に言えば恥ずかしいということです。テレビを見ていて思うのですが、容疑者と言われても自分は罪を犯していない、悪くないと思っている人は堂々とカメラの前に出てきます。悪いことをしたという自覚のある人はほとんど頭から何かかぶっていますよね。顔を上げて歩けないです。ね、まあ確かにこうなんかかぶってますね。で、目をそらしてますね。またそういう人が出てしまった家族は、報道陣が寄せかけてきても、みんな家の雨戸やカーテンを閉めて決して出てこられません。世間様に顔向けできないというわけでしょう。これが悪を自覚している姿です。ですから孤独です。私たちは堂々と生きていますね。恥ずかしいどころの話ではありません。私ほど偉いものはないというような顔をして歩いています。どこが悪人なのでしょうか。意外と言葉だけ悪人になったつもりかもしれません。そうかもしれませんね。で、複雑な善悪っていう込み出しのところを読んでいきましょう。しかし本人の意思とは関係なく、いわゆる善人が悪人になったり、悪人にされたり、悪人が善人になったりされたり、世の中は思いがけないことが起こってきます。人間とは自分の意思に関わらず、コロ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 変わってゆきます。また世間によっても変えられ、それによって評価も変わります。「歎異抄」の第13条を読ませていただくと、自分の意思とは全く関係なしに道理のままにいかない人間存在の不条理さを感じさせていただくことができます。第13条どんなのかな言うて、ちょっとだけ読んでみますね。弥陀の本願不思議におわせ、おわしませばとて、悪を恐れざるは本願ぼこりとて、往生可能べからずということ。この条本願を疑おう、善悪の宿業を心得ざるなりと。
いうことで、まさにここも、これがちょびっと言ってね、良き心の起こるももしく業の催すゆえなり、悪事の思わせられるも悪業の計らうゆえなり、故商人の仰せには有無羊毛の先にある塵ばかりも作る罪の宿業にあらずということなしと知るべしと仰せ将来期ってここですね。これが第13条です。で、その悪と善がコロコロ変わっちゃうということについて、天岸先生、もうじき原爆の日が来ます。また終戦の日が来ます。昭和20年の8月15日、それまで軍功に輝いていた人々は、終戦を機に一切戦争犯罪人に、一気に戦争犯罪人に変わりました。軍神と称えられた人が戦犯として法廷に引き出されました。天皇陛下万歳と散って行かれた人々の姿はその日までは尊く、何より有意義な英姿でした、ね、英雄の姿でした。ところがあの日を境にして反省すべき無意味な姿に変わりました。まあですね、まあ石川県の人やから、まあ信州門と東かな、いや西やったかな、小町貞もさんいう人に貼ってね、まあゼロ戦の撃墜王です。で、その人なんかは戦前はもちろん、戦中はその撃墜王やからヒーローだったと思いますけどね。で、復員してきて石川県の田舎町に帰ってきたら、職業軍人パージたらね。で、戦後はやっぱり職業軍人に対する風当たり冷とうなりましたから。で、まあ、一気に手のひら返しやからね。そしたらもうこんな田舎に降りたかねえやいてね。で、身長180何センチ言うて。その当時の日本人としては巨大ですから、まあ目立つのも目立ちますしね、そんなんで、田舎にいとみないいうので、で、奥さんと一緒に東京に出てきて、行商から始めて、釘の行商かなんかしてはったのか。で、だんだん成功していかれて、ゼロ戦搭乗委員会のお部屋なんかね、その小町さんのビルの中で、うちのビル使えやれて、部屋使えやれてね、で、ゼロし、あの冷戦搭乗委員会のね、場所を提供できるようなね、そういう立派な お金も、まあ、お金も持ってはったやろうと思いますけど、そんな風になっていかれたけども、だけど、まあ、戦前戦中はヒーローでさ、ゼロ戦のパイロットやからね、で、それも撃墜王やからね。で、そうやけど、だから戦争終わったら、もう田舎にいとみのうなってね。で、そんな人たくさんいはりますよね。例えば浄土真宗やったら、もっと一番最初の特攻隊と言われている敷島隊のね、森、のんぷっていう人なんか、まあ、あれは、あれは舞鶴か。舞鶴出身の浄土真宗のお寺の人ですよね。で、やっぱ、その人なんかでもやっぱり、戦後は、その人はもうもちろん特攻隊って死んではるわけですけど、やっぱり遺族の人も結構叩かれたということですから、そんなことですから、ころっと変わってしまいますよね。ギブミーチョコレート言ってね、鬼畜米英がギブミーチョコレート言って、まあ、そうやっぱ、あまりにも極端なもんやからね。で、ああ、ほら、そう、でもそうなっちゃうやろうな。自分勝手、やっぱり、軍国教育受け取って、それがパッと変わってしもたらいうのでね。で、やっぱり、それでやっぱ共産党に入った人なんかも結構いはりますね。これはまあ、そうですわねっていうことです。それはいいとか悪いとか言って、僕その時代に生まれてないけれども、でもなんかそれまで軍国教育でやったのが、それ一気にガラッと変わっていってしまったら、何信用していったらいいかわからないし、食べるもんな世界、ギブミーチョコレートってなってしまうし、それはもう当たり前のことなんで、やっぱり世の中の変わり目によって、コロ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 、ね、人の評価って変わっていきますよね。で、そんなわけやから、そういうことはもう、まあ、戦争の時なんかのことを考えたら、戦争中と戦争の後のところで、
やっぱ手のひら返し言うと山ほどありますんで、そのことからも考えてみたら本当に変わってしまいますね。で、続けて読んでいきます。人は一人で生きているわけではありません。意識するしないにかかわらず、世界社会の中で生きています。そこからは何が出てくるか分かりません。ね、やっぱ欲がね、欲が渦巻く世界やから、これほんまに何が出てくるか分からないです。シャバからね、人間って素晴らしいもんでもあると同時に、やっぱり一つ利害関係が絡んだ何しでかすか分からないので、でほんまにこう、恐ろしいもんですよね。人間ってありがたいもんでもあるけども、恐ろしいもんでもありますね。だから人間の集団からは何が出てくるか分かりません。その中で善になったり悪になったり、賢になったり、愚かになったり、善悪賢悪のけじめは流動的です。私たちはこのようにわけのわからない状況を生きているのです。ですから私だって今後何をするかどうなるか全く分かりません。自分の人生でありながら、自分の命でありながら、自分で自分をどうすることもできないのが私なのです、と天岸先生ですね。自分は善人として生き抜こうと思っても、善人で生き抜けるほど生易しいものでもなければ、まあですね、善人で生き抜けるほど生易しいものでもなければ、悪人になってやろうと思って悪人になれるのほど、悪人になってやろうと思って悪人になれるほどたやすいものでもないわけです。状況によっては何が善で何が悪かさっぱりわからなくなるのです。聖人は自分とはそういう存在であるとおっしゃったのです。親鸞聖人は宿業という言葉で、あえて私の手に負えない私、私の手に負えない不条理な世間の中にある私、そういう自分を表現されたのだと思うのです。で、羽毛羊毛のところなんかは非常に様々に解釈されてしまう難しいところですけども、本当にもう自分としても自分が何しでかすかわからんし、で自分を取り巻く社会も何を生み出すかわからないし、どうなっていくのかわからない。まあ、これからどうなっていくんでしょうね。で、そういうものを、まあ、やっぱり人間の鋭意とか努力とか善とか、そういうところでやっぱりね、くれないものがあって、もうほんまにその何が出てくるかわからないの、これもうほんまに過去でたどっていかなきゃしょうがないよねっていうのはね、それが羽毛羊毛のところかなと思いますんで、やっぱりそうやってそこまで恐ろしいものが自分だし、そしてそういう人間一人一人が集まった集団というのは、やっぱ集団群衆心理によって何をしてかすかわからないんで、やっぱりね、怖いもんですわ。今こんな偉そうなこと言っとったって、後でどうなるかわかんないもん。で、そのことをやっぱ親鸞聖人はやっぱ見つめておいでになったっていうのはね、やっぱりその通りだと思いますね。だから善悪っていうことを「歎異抄」は大きな問題にされるけれども、だけど親鸞聖人の語力をたどっていったら、善悪ということをテーマにいろんなことを語られてるけども、しかし善悪、まあ、人間の善悪、人間のする善悪いうことは、これはもう、結局は、それほど大きなものになっていかないんだよ、やっぱ結論として、やっぱどこの条でも出てきますですよね。で、じゃあ言うて言ってたら、まあ、やっぱ善悪でなく真実によって救われていく念仏のみぞ誠にておわしますという、真実に出会った者が救われていくという、真実によって救われていくのであるというね、そこにやっぱり結論というものがね、やっぱ出てきますですよね。まあさ、恐ろしいもんやなと思います。人間って怖いもんやと思います。これはもうほんまに決してオギャーと生まれた時からそうなっているのではなくて、オギャーと生まれるずっと前からそういう恐ろしさがプログラミングされているのが人間であるというふうにしかやっぱ思えないですよね。そのことを羽毛羊毛の云々という言葉の中で、から感じていく、知らしてもらうということかと思います。
今日のお話ね、この善悪というところについて、ここで終わりまして、次回から必ず物の実となる道という、まさに念仏のみぞ誠にておわしますというところに、次回から入ってまいります。今日のお話はこれで終わります。